どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデジャットかな、ポールンスト、ハメ付きを倒せるデッキが出来上がったんで、アーカイブに残していきたいと思う。なんとかこの、キャラクターバックル、こやつを手に入れた、手に入れることができたんで、こやつで挑戦していきたいと思う。ということで、こやつはデッキ内非闇属性が各5体以上、魔種族が4体以上いる場合、メイン属性のみ、デッキ内全員の HP140、アタック180、変異耐性が100ということで、変異耐性がな 100% 回避できるのが一番いいの。ということで、死と闇の、キャラの、デッキとなっとる。ということで、メンバーは死から、テンファーム、こやつはな、手という言葉が使えて、ウォールブレイカー、フリーズブレイカー持ち、しかも全体に、超絶強力な新属性の攻撃、単一、通過テーマの言葉を使った場合、追加で HP を大きく回復してくれるってことなんだよ。お守りは、5文字とか6文字にするか、もしくは、単位通貨のお守りが、おすすめだと思うぞ。今回はまだ、お守りはつけておらんがな。そして、ターン、こうやったらな、猫耳がついた方のターンじゃな。こうやったら降臨テストで手に入る、最近、出たばかりのキャラクターじゃん。そして、ウォールブレイカーと地雷ガード持ち。6回ランダムで攻撃してくれて、単位通貨かな言葉を作った場合、追加で、攻撃をしてくれる。という感じじゃん。で、まだ、わしは満腹にしたばっかしで、まだな、運が解放されてない感じじゃん。そして次。ガスレインジ。こいつもな、今回のガチャで手に入る、スペシャル枠の、キャラクターじゃな。たまたまガチャ引いたら、手に入ったんで、なので、採用してる。こいつは、火と闇の属性が使えて、12回ランダムな敵に、爆絶強力な攻撃をしてくれて、単位通貨やな。うん。単位通貨の言葉を作ると、全体に、デバフをしてくれる。2ターン、継続する、デバフをしてくれる。そして、ウォールブレイカーと地雷ガード持ちということで。あと、ただという言葉が使えるキャラクターだぞ。そして、今回、他が多いな。タリスバーン。これから地雷ガード、スーパーウォールブレイカー。球体攻撃してくれて、生き物ワードのテーマを、言葉を作った場合に、デバフと&HP 回復してくれるという感じじゃん。生き物ワードなんでな。で、本人が他なんで、タイって作れば、生き物ワードになるので、結構簡単な、生き物ワードが作れるキャラクターじゃん。そして、もう一個タ。ダグニー。こいつはな、爆絶強力な火属性の攻撃、味方睡眠を防ぐ効果、定義を追加してくれて、生き物ワードを作った場合、正義にマナーアタック少し強化、2ターンって書いてあるので、今回正義にマナーのキャラクターが多いのでね、かなり活躍してくれる、キャラクターじゃん。あと、地雷ガードとスーパー、ウォールブレイカー。を持っとるぞ。そして、もう一個、火属性の、こやつもスペシャルバグね。レガリア、イナンナ。こやつは時代ガード、フリーズブレイカーを持った、イの言葉が使えるキャラクター。声優にマンのアタックを強化してくれて、火属性の攻撃で単位通貨のテーマの言葉を作った場合、追加で全体にデバフをしてくれる。デバフというのは、ドラゴンクエストで言うと、
ルパニーかな、それでわかっ、ルパニーって分かんない人もいるかもしれないんで、防御力を下げてくれる、技かな、うん、はい、ということで種族性はこんな感じ。そして、因数ワン、イの言葉が使える、闇属性のキャラクターじゃん。こやつはウォールブレイカー、フリーズブレイカーを持ったキャラクター。そして魔種族のアタックを大きく強化、全体に、攻撃をしてくれて、単一通過テーマの言葉を作った場合 HP も回復するという、キャラクターじゃん。そして、サトリノック、こやつはな、チェンジガード、フリーズブレイカー、そして、単一通過のテーマの言葉を作った場合回復をしてくれるキャラクターじゃん。そして、マグラップル、こやつはな、魔という言葉が使えて9回ランダムで攻撃してくれて、単一通過の言葉を作ったら1機を回復してくれる。そしてウォールブレイカー、地雷側の持ちのキャラクターじゃん。そして、リクセンコ、こやつはな、フリーズブレイカー持ったキャラクター。ちょっとな、盤面で、地雷ガードのところに、地雷ガードを入れない、地雷ガードを持ったキャラクターを入れないといけないんじゃが、闇のボムを、解除しないといけないときに、どうしてもな、もし地雷のところに入れなきゃいけない場合、こやつの場合は、リという言葉しかないので、地雷、ガード、地雷ガードが持ってなくても、リにしか変わらないんでな。なので、入れてる感じじゃん。なので、もしな、他の、全然これ、この文字じゃ嫌だって人は、また別のキャラを、に変えちゃっても構わない。わしはちょっと、持ってないんでな、他の言葉。地雷ガード持ちの、他の言葉を持ってないので、闇属性に関しては。なので、大きい処置でこやつを入れておく。そして、コルナー、こやつはな、回復と12回攻撃してくれるキャラクターで、2文字以上9コンポで、凄技になってくれるので、なので入れた感じじゃ。そして、こんなもんか。では、じゃあやってみよう。ここのステージ癖があるので、フリーズか、フリーズを確実に割らないといけないっていう、条件があるのにな、そこを気をつけましょう。フリーズが、破壊できなかった時点でもうゲームオーバーみたいなもんなんだよね。なのでバン、来ないかな。ちょっとこっち逃がしてて、来ねえなって。これカカでいけるかな。廃盤でやってみましょう。いけるか。よし、大丈夫。ウォールより、フリーズを破壊することを優先にしましょう。火薬点火。これが俺の全力だ。よし、そしたらまたな、次は闇の、ボムを、解除しないといけないので、ここでも気をつけましょう。よし、そしたらここ、ここは3にして再、これはこっちにしちゃっても大丈夫な、うん、こっちにしちゃおうかな。祭壇にしても大丈夫そうじゃな。うん。けど、ちょっと怖いな、これ。祭輪にしよう。祭輪にして、火を置いて、これで闇分は解除できるので。あとフリーズもな、フリーズは解除できるので、よ
私1個目のウォールは破壊できた。隊長今だ、援護する。自然と一緒に行くよ。ぬるいんだよ。よし、大地の全てが私の味方。そしたら次、炎属性のボムも解除しないといけない。で、フリーズも、破壊しないといけないので、どうしようかな。とりあえず他をここ置いて、来ないな。タイミングで行ったかな。他をここ置いて、あ、来た。解散の方が安全なんで。で、こうここ入れちゃおうか。こう入れちゃおう。よし。絶対あのフリーズを破壊し、することを、意識しましょう。第一爆笑、資源の調べ。これが俺の全力だ。バッサバッサと刈り取るよ。オッケー。大地のすべてが私の味方。あと俺一個だけじゃん。だからなので焦って強い、ヒールが破壊できない言葉を入れてしまうっていうのは命取りになってしまうので、そこは気をつけてください。そしたら闇か、弾にしようかな。怠慢、怠慢があるか。怠慢にしようか。とりあえずこれ怠慢って言葉にして、リバ使わないから捨てちゃう、ここにリで、媒体って言葉あったかな。媒体にしてみよう。リバイ、よし。ここまで来れば、ウォール側が、全部破壊できるので言葉が使いやすくなっている。よし、マンガーの単位通過なので、それでな回復が発動しました。そしたらどうしようかな。海底に来た方がいいかな。毎回あったな。次はどんな場面じゃないの。よし、そしたら次は闇じゃない、やっぱり。そしたらこう、イをここ置いちゃって、これはただね、どっちにしようかな。タンが単位通過になるかな。バン、タンですか、これで。で、最大あった。最大かって言葉作るとかさ、あ、待って、痛いかもあったからいいや。最大かのが強かったからね。貫く瞬間列戦、これが俺の全力だ。大地の全てが私の味方。次で決まる。全員蘇ってしまったな。ここで決めれば楽だったな。やっぱ最大化の方が良かったかもしれない。
そしたら、もう、バン。対バン。ここも対バンにして、こうか、こう。これでいこう。よし、対バンで、ウォールは、ウォールじゃない、フリーズは破壊できました。まあ、フリーズ持ちの言葉を1個入れて4文字にすれば、破壊できないことないので、必ずなフリーズ持ちの言葉を入れましょう。そしたら次。差が欲しいな。うん、けど、ここ、リにしよう。よし、これでや。大輪で、4文字になるので、フリーズは大丈夫。火を置いて。あ、ダイが大輪ってとか。よし、ほっとほっと。バイが確か単位強化だったな。バイにしとけよかったかな。さあ、行くぞ。貫く、進化レッスン。よし、大将、今だ、援護する。自然と一緒に行くよ。よしよしよしよ。あ、1万6000もダメージ当ててくれるんだな。そしたら、10、ここ10にして。回転にして、これ差なの？ここ差。再開。こう打って、ギリギリだけど。それで多分決まりじゃろ。よし、回転。よし、決まり。真ん中でいいよ、風。第一爆笑、資源の調べ。よし。燃え盛れ、消し積みとなれ。大地のすべてが私の味方。こんな感じやな。で、多分なんじゃが、一応、こやつ、ターンのこの新しい方でもクリアできないことないと思うんじゃが、ソロよりマルチ向きになると思います。なので、このキャラクター持ってなかったら、このカーンをリーダーにして、似たようなデッキを作って、これはもちろんないけどな。マルチで、4マルチでやれば多分勝てると思うので、もしな、持ってなかったら、こやつをリーダーにしてやってみてはいかがだろう。では、今回はここまで。大魔王、大魔デイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。